皆さんどうもこんにちは。 いつもご覧いただき誠にありがとうございます。ほいようやくチャンネルのたきみです。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で99、99%が知らない新兄さんの罠、新兄さんやる前に全員、〇〇だけは死んでも知っておけということについて、二言で、有料級、日本人全員が騙されている、新兄さんのヤバすぎる落とし穴2000について解説していきたいと思います。それでは早速、一言の 99%が知らない新ニーサの罠新ニーサやる前に全員まるだけは死んでも知っておけということから解説をスタートしてまいりましょうかさて今年度から新ニーサが施行されたことで今まで投資をしてこなかった人もそろそろ 投資を始めようかなと思っている人が多いのではないでしょうか。中には新兄さんの思考をきっかけに、すでにもう始めちゃってます。俺投資デビューしましたという方もいらっしゃることでしょう。その一方でね、つい先日、アメリカ株や日経平均をはじめ、世界の株価が暴落したというのが大きなニュースになりました。一時、 4万円台を記録した日経平均は4月19日には3万7000円台まで下落しアメリカの S&P やナスダックといった株式指標も軒並み大きく下落しましたそんな中本当に新ニーサをやっても大丈夫なんだろうかと心配になってしまった人も多いことかと思いますそこでこの動画の最初となる一言では絶対に知っておいた方が良い誰もがハマる新ニーサの罠について合計 3つご紹介していきたいと思いますそれでは早速一つ目に紹介したい誰もがハマる新兄さんの罠はマスコミの煽りに乗せられて焦って新兄さんを始めるという罠になりますさてまず皆さん絶対やってはいけないのが焦って新兄さんを始めるということ日本人というのは昔からね貯金が大好きな民族と言われていまして資産に占める現預金の割合が非常に 高いことで有名でした。 2023年3月時点での日本の家計金融資産のうち50%以上が現預金で一方株式の割合はわずか15%にとどまっております一方でアメリカ人の資産割合を見ると株式がおよそ40%で現預金はわずか13%ほどしかなく私たち日本人とは真逆の資産割合であるということがわかります世界の株 株価が上がり続ける一方で記録的な円安によって日本円の価値はだだ下がりし続けておりますよねそんな中ほとんどの資産が日本円であるということは生きているだけで何もしなくてもあなたの資産がどんどんめべりしていっているということを意味しているんですつまり 投資をしない私たち日本人はコツコツ貯金をしているにもかかわらず、どんどん貧乏になっていくという最悪な状況に陥っていたんです。 ですが、新ニーサ制度が施行されることで、日本人の投資マインドが一気に高まりました。2024年2月の時点の調査では、新ニーサの利用率は37.8%とね、およそ3人に1人が新ニーサを利用しているということがわかります。そのうちのほとんどが、今回の新ニーサの導入をきっかけに投資を始めた人たちで、多くの人がこの機会に投資をスタートしたということがデータ的にわかります。 つまり、ここに来てようやく日本にも、貯蓄から投資へという時代が、本格的に到来したというわけなんです。多くの日本人が、投資に参加するということは、それだけ株が買われて、株価が上昇するということを意味しています。そして、株価が上昇するということは逆に、円の価値が相対的に下落することを意味しておりますから、昨今の投資ブームに乗らず、未だに貯金ばかりしている人は、 どんどん資産価値を減らすということになってしまいます。そんな中、自分もね、乗り遅れないように投資を始めないと早くしなきゃと焦っている方も結構いらっしゃるでしょう。ですが、そのように焦って無理をして投資を始めることは絶対におすすめできないんです。なぜならば投資というのは皆さん、あくまで余裕資金で行うというのが大前提だからです。ここ間違えないでください。言い換えれば生活に余裕がなく、 カツカツ状態で投資をしてはいけないということ。最近は YouTube などで投資に関する初心者向けの動画がどんどんリリースされておりますよね。そのような初心者向けの動画で必ず言われているのが S&P とオルカンにドルコスト平均法で積み立てれば必ず儲かるという投資手法になります。S&P とオルカンというのはインデックス投資というもので、まあ簡単に いっちゃえばそれを買うだけでアメリカ全体の株式や世界全体の株式に投資できるといういろんな株がねパッケージで売ってある投資商品のことですこれらの投資商品に毎月5万円とか3万円とか一定額を積み立てることで株価が高いときは少しだけ購入し株価が安いときは安いわけだからたくさん購入できることになるため自動的にねリスク分散をすることができますこれが ドルコスト平均法と呼ばれる有名な投資手法になります。ドルコスト平均法では、いちいち、ああ、株価どうなってんだろうと、株価をチェックしなくとも自動的に購入価格が平準化してくれますから、経済のことがよくわからないし、勉強する時間もないよという投資初心者の方にはおすすめの方法だと言われているんです。ですが、このドルコスト平均法には非常に大きな落とし穴も指摘されている ですそれはドルコスト平均法は長期的に世界経済が成長し株価が上がり続けるということを前提にしているという点なんです。経済や株価が将来どのように動くかというのは誰も正確に予想することはできません。 アメリカ株の S&P は数年単位の大暴落を経験しながらも確かに長期的に見ると上昇を続けているということは確かでございます。たとえリーマンショックとかコロナショックによる大暴落を経験しても20年以上しっかりとね、ホールドして S&P に投資し続けていればどの時点で投資を開始してもプラスになるという試算が出ているんです。ですが、ですが、 多くの人にとって最も難しいのはこの20年以上株を持ち続けるガチホするというところなんです。リーマンショックやコロナショックが起きて株価が大暴落した時実体経済も低迷し不景気になりますよね。例えば給料がカットされてしまう人もいれば給料が低下してしまう人職を失ってしまう人まで出てきます。そうなると収入がなくなるわけですから生活が 行かなくなくっってててどうしてもね持っている株を持ち続けさえすれば上がるというのは、まあ過去のデータ的に見ても結構確率が高いことだとしても食べるのにも困るような状況で生活よりも投資を優先できる人はそうそういないんです。株価が下落するとこのように実体経済までもが大きな影響を受けてしまうというのが 多くの人が20年間株を持ち続ける、20年間株をガチ保するのが難しい理由なんです。 このような理由から多くの人は結局は資産形成の途中で株式投資をやめてしまうことになります。おまけにどうしても株を売らなければいけない状況の時というのはね大抵経済が停滞して株価が下がってしまう時ですから損失を抱えたまま株式市場から一体上を余儀なくされてしまうことになるんです。大体ねみんな大暴落してうわやべえ金がねえとなって売るわけですからその売る時って大暴落の時だから 損失も大きくなっているということ、マイナスの状態でもう株を持てないという状況になってしまうんです。これこそが圧倒的大多数の人が投資で引っかかる罠なんです。20年間投資をし続けるというのは一見簡単そうに聞こえるかもしれません。ですが、20年間毎日運動し続けるのが難しいのと同じで、それは決して簡単なことじゃないんです。だからこそ、新人差が流行っているからといって焦って ででで投資にに手をを出すすすすととといいいいううのののははは禁物でございままえ収入の全てを貯金に回すというのもお勧めはできませんなぜならば、貯金するというのは先ほどの通り、言い換えれば、全財産を日本円に100%投資することに他ならないからです。日本円の価値が下がり続けるのが目に見えている今、それはあまりにリスキーであると言えるでしょう。そこで、この額ならば捨てても良い。この額ならば触らず とも生活できると思える本当の余裕資金がある場合にさらにその一部を投資に回すというのが最も賢い方法だと言えるんですつまり収入の中の余裕資金の中のさらにその一部だけを投資するというイメージです何かの時の備えのために蓄えておく資金のことを生活防衛資金と言いますが半年分の生活費を日本円で貯金しておくというのが一般的ですそのためまずは日本円の貯 金により生活防衛資金を確保した上でそれでも資金が余っているのならば投資をするというスタンスが良いでしょう実は今回の新ニーサ改正によって投資を始めた人のほとんどが若年層でそこまで貯金を持っていない人たちです資産形成というのはあくまでも困った時のための防衛資金を用意した後の次のステップであるということを覚えておき余裕もないのに決して焦って投資に手を出さ ないいいいように気をつけてたただきたいと思います少し残酷なことを正直に申し上げると、貧乏人は投資をしてはいけないんです。生活費を切り詰めてまで投資をしてはいけないんです。投資とはそもそもそういうものではないんです。 それでは次二つ目に紹介したい。絶対に知っておいた方が良い。誰もがハマる新ニーサの罠は、後輩党株に目がくらんで、成長投資枠に手を出すという罠になります。さてさて皆さん、新ニーサには、長期の積み立て投資に向いた積み立て枠と、個別株の投資に向いている成長投資枠の二つがございます。積み立て n i という言葉がある通り、 一般的には NISA は長期の積み立てによって資産形成をするというのが大きな目的です。一方で、新 NISA の成長投資枠は私たち多くの一般人にとっては危険な罠になってしまう可能性があるんです。あくまで余裕資金で行うというのを前提にすると、NISA の非課税枠である1800万円は全額積み立て枠で使い切るというのがセオリーです。新 NISA の1800万円という枠は積 積立て枠と成長投資枠の合算になっていますから成長投資枠の個別株を買えば買うほど積み立てできる枠が小さくなってしまいます長期積み立て投資が最適解である新 NISA において積み立て枠が小さくなってしまうというのはこれめちゃくちゃもったいないことなんですにもかかわらず多くの人が成長投資枠に手を出すという罠にはまってしまっておりますなぜでしょうかその理由 としましては投資を勉強していくうちに欲が出てきてしまうということが挙げられます現在新入社によって日本は一大投資ブームになっていますよねそのため youtube や本屋などでは初心者向けの投資に関する情報がこれでもかというばかりに溢ふれ返っております投資を始める人の多くは多かれ少なかれ経済というものに興味があり投資の勉強をすることでしょうですがこの勉強こそが 落とし穴になってしまうケースが大発生しているんです投資の勉強を進めていくと個別株の方がインデックス積み立て投資よりも利回りがいいじゃねえかということに気づくわけなんですねそして 勉強をすることでなんとなく経済や株のことが分かった気になってきますからもしかしたら自分も個別株で一発当てられるんじゃないのかワンちゃん送り人になれるんじゃないかと思ってしまうわけなんですねここで欲が出るのが人間の差がでございます働くの苦しい働くの嫌だそうだ株で一発当てれば仕事辞められるそんな欲望に駆られてしまうんです心理学の実験では私たちは将来もらえ える 1>, 1万1000円よりも今この瞬間にもらえる1万円の方を選びがちであるということがわかっています積立インデックス投資というのはとても地味で本当にコツコツ地道に資産形成することに他なりませんそのような地味なインデックス投資をしていると利回りが30%を超えるような高配当株がキラキラと見えてくるようになりますおまけに少しだけ投資の勉強をかじって生じっかち 知識があるもののだから自分をを過信ししししてててて欲にに負負けけこのような個別株投資に手を出して大負けしてしまうんですまあね、気持ちはわからなくもありません。インデックス投資なんて別にクソつまらんですからね。だって何も考えずにコツコツ積み立てるだけだから正直やることは何もないわけです。せっかく投資の勉強をしたのに何もやることないじゃないか。それならば投資の知識を活かして個別株で一発当てよう。このような誘惑にかられてしまうのも、まあ 無理はないかもしれませんですがそもそも個人投資家は10%の利回りが出れば大成功であると言われているんです世界的な投資家として有名な投資の神様とも呼ばれるあのウォーレンバベットでさえも年率20%の運用利回りだと言われています投資の神様でさえ20%の利回りなんですから新ニーサを機に少し投資の勉強をかじっただけの私たち素人が果たして個別株でもう を出すことができると言えるでしょうかプロの個人投資家でさえ10%の利回りがやっとなわけですから私たち素人には個別株で30%の利回りを得るなど正直なところ到底無理な話なんです万が一最初の1年間でたまたま10%を超える利回りが出てもそれはただのビギナーズラックであり再現性は全くありません単なる運と言えます資産形成は長期的に利益を出し続け けることそして市場に参加し続けることが極めて重要なわけですから再現性がなければ決して勝つことはできませんし個別株で欲を出して市場から退場させられてしまうというのが一番ダメなんです一方で米国株インデックスの s&p500 だけに積立投資をした場合過去30年間の利回りは約10%になることがわかっていますつまり欲を出してあれこれ考えて個別株投資を するよりも何も考えずただ無心に S&P500 だけに自動的に積立て投資をした方が長期的には得をしてしまうというねなんともつまらない現実があるんです。そもそもインデックス投資というのは株式市場に連動するように作られた投資信託のことです。投資信託というのは資金を投資のプロに預けて運用してもらうことを意味しますよね。 一般的な投資信託では、このようにプロに運用してもらうことでかかる手数料である、信託報酬が徴収されます。信託報酬は、年率何という形でかかるため、信託報酬が高ければ高いほど、実質的な利回りが下がることになります。実質的な利回りが5%出たとしても、信託報酬で1%持っていかれてしまったら、年利は4%に下がってしまいます。ですが、新 NISA で購入できる s、s 500 0.1%連動インンデックスファンドのの信信託託報酬は 0. 1ほどでで数ある投資信託の中でも最安レベルになっていますこれほど安いコストで投資のプロが私たちの資産を勝手に運用してくれるというわけですから私たち投資の素人は黙って彼らプロに任せておくのが一番の得策なんです。また趣味でもない限り単純にお金だけのために個別株投資をするというのは時間がめちゃくちゃ くちゃ無駄になってしまうというリスクもございますインデックスの積み立て投資であれば証券会社の新ニーサ口座で毎月の積み立て額を設定すればあとは何にもしなくたって自動的に投資ができちゃいますそのため 投資にかかる時間は、証券講座を解説する手間だけで進み、チャートとにらめっこしたりとか、会社指揮法を読みふけったりする時間が、大幅に節約できます。一方で、個別株投資には、株のリサーチから経済全体の勉強に至るまで、膨大な時間コストがかかります。もちろんね、皆様が投資のプロを目指していたり、投資だけで食っていこうと本気で考えていたり、個別株に投資するのが趣味であり、 めちゃくちゃ楽しいのならば構いません。ですが、新兄さを機に投資を始めるほとんどの人が、投資とは別にね、ちゃんと本業があって、これまで投資にほとんど興味がなかったり、投資の知識がなかった人ばかりでしょう。必死に勉強して、運よく買った個別株が上昇したとしても、そこで得られる利益が年間で10万円程度であれば、同じ時間で副業した方が、はるかに多くのお金を稼ぐことができます。こうして 副業で稼いだお金を S＆P500 のようなインデックスファンドに時間をかけず投資しておいた方が圧倒的に効率よく資産形成をすることができるんです。繰り返しになりますが、投資が趣味な人にとっては株の勉強をするのは無駄ではありませんし、趣味のついでにお金が稼げるのであれば全然悪いことではありません。ですがあくまで資産形成が目的で本業が別にある人であれば欲を出して個別株に。 手を出したりせず新ニーサのののの万円の枠はすすてインンデックススファンドへの積み立て投資にするるがベストだと言えるわけですもちろんね、これだけ言っても、俺は個別株やるぜという人は、それは個人の価値観などで、そこを強制することはできませんが、私的にもやはりね、インデックスファンドの積み立て枠に全部突っ込むのがいいんじゃないかなと思います。まあ、投資に正解はないので、最終的には個人の判断になると思いますが、指揮者の多くがそのように主張して いいいいるとととうことだけは指摘しておきたいと思いますそれでは次、三つ目に紹介したい。絶対に知っておいた方が良い。誰もがハマる新 NISA の罠は、新 NISA ばかりが気になって、イデコの絶大なメリットを見逃してしまうという罠であります。さて最近、世の中では、投資といえば NISA といった流れがありますよね。ですが、投資によって節税できる仕組みは、実は NISA だけではございません。 もし皆さんが60歳未満で年金を払っているのであれば、n i s よりもまず先にやるべきことがあるんです。それはイデコです。イデコというのは簡単に言うと、掛け金が税金の控除にできる投資のこと。イデコの特にすごいのは、サラリーマンであっても、いわば掛け金が経費にできてしまうということなんですね。これやばいですよ。現役世代の日本人の8割以上は、サラリーマンとしてお給料をもらって 生活しておりますサラリーマンは 特別な例外を除き、基本的に自分が使ったお金を経費として申告することはできません。自営業の方や会社をやられている方であれば、自分が飲み食いなどに使ったお金も交際費にすることができてしまいますよね。ですが悲しいことに、サラリーマンには基本的にそれができないんです。これは投資についても同じで、投資にした資金は基本的に経費にできないというのが原則です。にもかかわらず、それ ががでできちゃううよといいのすすごいイデコなんです一方で、NISA にはそれができません。そもそも NISA のすごいところは、運用で得られた利益が非課税になるという点なんです。ですが、そのようなメリットは、運用で利益が発生しなければ、享受することはできませんよね。もし皆さんが NISA で投資した1000万円が2000万円になれば、本来払わなければいけなかった約200万円が非課税になり、 まるまる1000万円得をすることになりますですがもしその1000万円が超暴落して500万円になってしまったら元本が目減りするだけではなくせっかくの兄さんの税金優遇を受けることもできないんですだって利益が出ていないわけですからこれは当たり前にも関わらず多くの人が見落としがちなポイントになっています新兄さんはお得だという税制の優遇ばかりに目がいって元本割れのリスクを忘れ になってしまうんです一方で、イデコであれば、投資で儲かるかどうかにかかわらず、投資した分だけ税金が減るんです。つまり、NISA が投資で儲からなければ、元本割れと、税金優遇なしのダブルパンチを食らうことになるのに対し、イデコの場合は、たとえ儲からなくても、マイナスは元本割れだけで済み、税金優遇のメリットは、投資に勝とうが負けようが得られるということ。 これは考えてみれば、ものすごいメリットだと言えるでしょう。S&P は、オールカントリーにコツコツ積み立てれば、長期的には勝てる確率が高い、積み立て NISA ですが、どこまで行っても、投資は投資です。株式投資は、どんなことが起きるかは、誰にもわかりませんので、これまでは歴史的に上がり続けていた、アメリカ株も、今後20年、また上がり続ける保証は100、100%ではないわけです。一方で、イデコであれば、少なくとも、 金が控除になるというメリットは100%保証されていますつまり新兄さんが勝たなければメリットゼロなのに対し井出子は勝っても負けてもメリットを得ることができるんですこのように考えれば所得がある60歳未満の方が井出子をやらないというのはあまりにもったいなさすぎるということがわかるでしょうもっとも井出子はあくまでも年金のため受け取る時に税金がかかるというデメリットもありますこれは兄さんには ないでこの大きなデメリットと言えます。 とはいえ、一般的な会社員であれば、いでこは、月々最大2万3000円しか積み立てることができません。年金の受け取りには、退職所得控除をはじめとする、様々な税制の優遇がありますから、月々2万数千円程度の積み立てであれば、受け取り時の課税は、さほど大きなデメリットとはならないでしょう。そのため、まずは、この2万3000円分を、いでこに使って、残りの余剰資金を積み立てニーサに使うというのが、現役で 働いている皆さんにとって最強の方法の一つになりうるでしょう新ニーサだけを使ってイデコの存在を忘れている方はぜひともご自身の加入している年金の状況についてしっかりと見直してみてほしいと思いますもし将来の年金受取額が少なく感じるのであればまずはイデコを使って今すぐ減税のメリットを享受してみてほしいと思いますそれではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います 一言まとめ。この一言では絶対に知っておいた方が良い。誰もがハマる新兄さんの罠について合計3つご紹介いたしました。ポイント1、マスコミの煽りに乗せられて焦って新兄さんを始めることで生活防衛資金を失う可能性がある。ポイント2、後輩党株に目がくらんで成長投資枠に手を出すと痛い目を見る。 ポイント3、所得がある人は、新兄者ばかりが気になって、いでこの絶大なメリットを見逃してはならない。 それでは次2言で有料級日本人全員が騙されている新 n i s のヤバすぎる落とし穴2 0について解説していきたいと思いますさて1言では投資初心者が陥りがちな新 NISA の一般的な落とし穴について解説してまいりました続く2限では新 n ーサのリスクについて皆さんと一緒により深く学んでいこうではありませんか 一元よりもね、ちょっと難しめの内容になってしまいますが、難しめゆえに、あまり語られることがない、意外な盲点についてもしっかり解説していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速一つ目に紹介したい、日本人全員が騙されている、新兄さんのヤバすぎる落とし穴は、新兄さんは相続の際に莫大な税金を取られるということであります。さて、ここまでのお話でもお分かりいた いた,だけた通りで新 NISA は20年間などの長期の積み立てに向いている制度でありますそのため始めるのが若ければ若いほど新 NISA のメリットを享受することができるんです一方で新 NISA はすでに退職されている方やご高齢の方には不向きの投資と言えるでしょう 退職すると、ほとんどの人が一気に収入が減りますよね。日々の生活だけで精一杯なのに、退職して収入が減った上で、さらに投資をする余力がある人は、ほとんどいないはずなんです。また、ご高齢の方にとっては、相続という問題が出てきます。実は、新 NISA は相続のタイミングで、しししててままううという構造にになっおおりますすすこれは少し難易度がが高めのお話でで非常に大切ですから分かりやすく 説明いたしますまず一言で結論を申し上げると新ニーサは所得費の引き継ぎが認められておらず相続時の価格で資産が引き継がれますちょっと難しい表現ですよねそもそも新ニーサ口座間での相続はできないというところがポイントになります例えば皆さんが新ニーサ口座に持っている株は相続すると必ず相続人の一 一般口座に入るんですニーサではない普通の株式の場合は相続した株式を売った場合の取得価格は亡くなった方の取得価格で計算されます例えば皆さんが100万円分の投資商品を買ってそれが相続する時に50万円に値下がりしていたとしましょうそしてその50万円分の株が将来150万円になった時相続人が支払わなくてはいけない税金は150万円 -100 万円の50万万円円のの分利益にかかる税金でございますなぜならば、NISA ではない普通の株式であれば、100万円という個人の取得金額が相続でも引き継がれるからです。元々の100万円が基準になるわけです。 ですが、一方で n i s の場合は、この取得金額の引き継ぎが行われません。つまり、先ほどの例と同じく、100万円で買った新 n i s の株が50万円になっていた時に相続されると、その株が150万円になった時、なんと150万円引く50万円、つまり100万円の利益に税金がかかってしまうということになります。 金融所得課税を単純に20%だとすれば、全く同額の株式の相続であっても、この例では税額に10万円もの差が出ることになります。もしこれが1000万円で取得した株式であれば、100万円も、 税金で損をすることになります。株式というのは長期的に見れば上昇し続けているとはいえども短期的に見ればですよ。リーマンショックとかコロナショックなどの大暴落に見舞われてしまうことも多々ございます。一方で私たちは死ぬタイミングを決めることはできませんよね。もし新忍者で運用している株式が暴落した時に皆さんが運悪く亡くなってしまった場合、このように相続税で大損してしまうケースがあるということ ことを覚えておかななけければいけないんですさらに、これだけではなく、新入差では、相続発生時と遺憾完了時の時差によって、税金が発生するケースもございます。これは先ほどの例とは逆に、株が上がった際に起きる問題です。法律により、相続の発生日は、死亡した日時であると定められておりますが、実際には、皆さんが死亡した瞬間に、株式が相続人の手に渡るわけではありませんよね。なぜならば、 は株式の相続には遺憾手続きというものが必要でその手続きには最短でも1ヶ月はかかるためです激動する世界経済において1ヶ月もあればね、株価は大きく動きますもし皆さんが死亡した時点で1000万円あった株式がその1ヶ月後に1100万円になったらこの100万円の含み益に対し遺憾完了時に課税されてしまうことになります100万円に対する20%ですから 20万円の課税になりますこの制度の恐ろしいところは、売却益が出たわけでもないにもかかわらず、課税されてしまうということ、つまり、実益が発生していないにもかかわらず、税金だけがなぜか取られてしまうんです。実際、このように税金を支払ったにもかかわらず、相続によって取得した株が、その後暴落して、売却時には相続発生時点の価格を下回るというケースもございます。 その場合は、含み益への課税だけが発生して、実利はマイナスになってしまうという最悪のケースも想定されます。想定されるというより、実際にね、このようなことは現実に起きていることであります。これらの新兄さんの相続のお話は、ちょっとややこしくて難しいですよね。新兄さんに黙って無心で積み立てていれば、ドルコスト平均法で必ず儲かっちゃうんだよというシンプルなお話 に比べてこのようなやや込み入った話は受けが悪いためあまり youtube などで語られることはありませんですがよくよく調べてみれば新兄さんにはこのような巨大なデメリットが隠されているんです簡単にお話をまとめると新兄さんというのは相続で不利になりやすく高齢の方には不向きな制度であるということ もちろんこれまで何年もかけて旧 NISA で積み立てを行ってきた方はこれまで通り続けるのが良いですが60代以上の方がこれから急に新 NISA に手を出そうとしているのであれば慎重になるべきだと言えるでしょう それでは次二つ目に紹介したい。日本人全員が騙されている新ニーサのヤバすぎる落とし穴は、たとえ株が上がっても、為替による元本割れのリスクがあるということでございます。さて、新ニーサの基本的なスタイルとしましては、アメリカ株の S&P500 や、全世界株のオールカントリー、通称オルカンといった、海外のインデックスに投資するのが一般的ですよね。もちろんこれが王道の投資法 方法で投資の正解と言えるわけですが。 実はそのような海外の株には株価の変動リスクだけじゃなくて実はね、為替リスクという隠れたリスクがあることも絶対に私たちは知っておかなくちゃいけないんです。昨今はアメリカ株の S&P500 が上がり続けていることが話題になっていて新ニーサという言葉と S&P500 はまるでセットのように語られることが多いですよね。確かに S&P500 は上がり続けてはいるんですが その上昇幅に株上がりだけじゃなくて円安ドル高という要因も関係していることを見逃しちゃいけません。よく新ニーサや株式投資の解説動画などで引き合いに出される S&P500 のチャートはこのような急激な右肩上がりの図になっておりますよね。ですが、このグラフの急激な上がり幅には株高とドル高という二重の上がり幅が含まれているんです。 ここでね、ちょっと面白い図をご紹介しましょうか。こちらは S&P500 の円建てのグラフになります。円建ての S&P500 は簡単に言うといつも見慣れている右肩上がりの S&P500 のチャートから円安ドル高の要素を差し引いて株高だけを表したものだと考えるとわかりやすいでしょう。 このように見ると、ここ数十年度 S&P500 の急速な上がり幅は、円安ドル高の要素が非常に大きいということがわかります。逆に言うと、円安ドル高の要素を差し引くと、S、S&P500 は思ったよりも値上がりしていないということがわかるでしょう。つまり、S、S&P500 のような外国株では、株高と円安の両方が満たされて初めて大きな利益を得ることができるんです。このうち株高に については少なくともこれまでの歴史上上がり続けているという事実がございます。過去に起きたことが今後も必ず起きるという保証はね、まあどこにもありませんが少なくとも歴史を見る限りは今後も株価は上がり続けるだろうと予測することができるわけです。一方で為替は二つの通貨のバランスですから上がり続けたり下がり続けることはなく一般的には上がったり下がったりするのが普通です。 先ほどの株価の図と違って、こちらのドル円チャートは無秩序に上がり下がりを繰り返しておりますよね。最近は円安ドル高による問題が叫ばれていますが、 過去の長い歴史を振り返ってみれば、今回の円安は数ある波の一つに過ぎません。そのため、今回の円安が再び円高に触れる可能性は大いにあり得ると言えるでしょう。つまり、たとえ今後、S、S&P500 が上昇し続けるとしても、円高ドル安によって元本割れしてしまうリスクは常にあるということを忘れてはいけないんです。そのような為替リスクによる元本割れは過去にも実際に起きていることです。 でですから他人事ではありませんこちらの図を見てみれば、2016年の一時的な円高ドル安の時、S&P500 自体は上昇しているにもかかわらず、私たち日本人が買う円換算した S&P500 の金融商品は値下がりしているということがわかります。これは2016年の一時的な例に過ぎませんが、今後長期的に円高ドル安になる可能性は大いにあり得ますし、特に昨今の記録的な円安 の時期に新 NISA を始めた人は将来的に大きな為替リスクを背負っているといえるでしょう。 また、為替は短期的に大きく揺れ動くこともあり、皆さんがいざ新忍され作った資産を切り崩そうと思った時に必ずしも円安ドル高であるとは限りません。このように S&P500 には株価の変動リスク以外にも大きな為替リスクがあるということも忘れてはいけません。この事実を知った上で投資するかどうかを自分で判断する必要があるわけです。それではこの辺で二元の内容をまとめておきましょう。 2言まとめ。この2言では、日本人全員が騙されている、新ニーサのヤバすぎる落とし穴について、合計2つご紹介いたしました。ポイント1、新ニーサは、相続の際に、莫大な税金がかかり、大損する恐れがある。ポイント2、S&P500 のような外国株では、たとえ株が上がっても、為替による元本割れのリスクがある。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました